紙芝居の始まり始まり。親子かな。脚本絵花学園栄養専門学校調理食育クラブ。花ちゃんはお母さんのお手伝いが大好きな女の子です。今日もお母さんのお手伝いはできないかとキッチンを覗いています。花ちゃん、今日もお手伝いしてくれる？わーい、お手伝い大好き。じゃあこの枝豆を鞘から出してね。プチプチプチ、こうやって指で押して枝豆を出してあげてね。わあ、面白い。やってみる。プチ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 。花ちゃんは夢中になって枝豆のさやむきをしています。花ちゃん、知っているかな。枝豆はもっと成長すると大豆になるのよ。大豆になるの？そう、大豆になるのよ。緑色から黄色に変わって、不思議だよね。うん、不思議だね。枝豆は子供で大豆が大人なの？そうね、親子だね。次はミニトマトのヘタ取りよ。やったことあるよ。ほら、ポロン。花ちゃんは上手にヘタを取ります。ポロンポロン。ミニトマトは子供で大きくなるとトマトになるのかな。ミニトマトは小さいけど大人なのよ。不思議でしょう。そうなんだ、ちっちゃいけど大人なのか。パロンパロン。じゃあ花ちゃん、クイズだよ。タケノコは大きくなったら何になると思う？タケノコが大きくなったら、わからない。正解は竹だよ。竹？あんなに大きくなるんだね。お母さん、もっとクイズ出して。はなちゃんは今度はクイズに夢中になっています。じゃあ、はなちゃんの好きなイクラ。はなちゃんね、赤いイクラ大好き。イクラは大人になったら何になる？赤いからイチゴ。残念、正解はサケというお魚よ。お魚になるんだね。ではこれは何になるでしょう？この葉っぱ、大人になったら何になるのかな。はなちゃんは葉っぱを洗いながら考えています。ジャブジャブ。じゃあヒントだよ。この葉っぱはカイワレ大根っていうお名前なのよ。わかった。大根だ。正解。はなちゃん、やったね。トン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 。キッチンから楽しそうな音が聞こえて、ご飯の準備が進んでいます。さて、卵を割ってもらおうかな。はなちゃんね、卵自分で割れるよ。
コンコン、パカ、ポトン。はなちゃんが割ってくれた卵をお母さんがお料理します。はなちゃん、卵は大人になったら何になる？お魚。卵は鶏になるのよ。さあ、もうすぐ出来上がるよ。テーブルにお箸を並べてね。はーい。はなちゃんは考え事をしながらテーブルにお箸を並べています。卵は子供で鶏は大人、卵ははなちゃんで鶏はお母さんなのかな。じゅーじゅーじゅわーじゅわー。キッチンからは美味しそうな香りもしてきました。さあさあ、ご飯ができましたよ。わーい。今日は鶏肉と卵で作った親子丼よ。親子丼？そうよ。子供の卵と大人の鶏の親子のお料理だから親子丼っていうのよ。お肉、鶏食べちゃうの？なんだかかわいそう。そうね、お野菜もお肉もお魚もみんな大切な命を食べてるの。そうしてお母さんやはなちゃんの体になっているのよ。そうなんだ。だからね、はなちゃん、いただきますは大切な命をもらうから気持ちを込めていようね。わかった。お母さんとはなちゃんは両手を合わせて言いました。では心を込めていただきます。おしまい。親子かなの紙芝居でした。